コレクションは、さっきお約束した通り杉山先生の曲をね2曲、お聴きいただきたいと思いますが、杉山浩一さん、簡単に4月の時も紹介しましたけどもね、ご紹介しますが、1931年の4月11日ですね、東京生まれでフジテレビでディレクターをしてたんです。それこそ菊池と一緒だ。ディレクターしてて、で番組的にはもう大ヒットのね、ザ・ヒットパレードとか隠し芸大会とか大人の漫画あったね、言ってたやつだ、昔学校から帰って見てたな。で作曲をその頃から始めて、まあ、みんなのよく知ってる甘い色のとかね、花の首飾りとか、学生街の喫茶店とかね、ガロスガロン、まあタイガースガロンも何曲か書かれてます。で、最近というかその後は歌謡曲とかというよりもドラクエ、なんか若い人たちはドラクエだよね、なんといっても、ドラゴンクエストシリーズの音楽で、でオーケストラを晩年はずっとやられててね、だから僕らここでお呼びしたかった時もオーケストラのお仕事でちょっと忙しくてっていう話で来れなかったんですよ。残念だな、もう一度本当にお話したかったな。はい、ということで、でもご高齢90歳ということですからね、本当に安らかにお休みいただきたいというふうに思います。じゃあまず初期の曲でしょうね、ザ・ピーナッツに書かれたヒットパレードだからその頃でしょうね、1967年の8月にリリースされております。1曲ずつね、1曲ずついきましょうか。はい、じゃあザ・ピーナッツ聴きましょう。恋のフーガ、追いかけてすがりつきたいの、あの人が消えてゆく雨の曲がり角、幸せも思い出も水に流したの、戸惑うつ雨の音、頬濡らす涙、はじめから泣きながら外したの真珠の指輪を、胸に抱きしめて口づけをしてみたの、雨のガラス窓、ドゥンドゥビドゥバ、ドゥンドゥドゥビドゥバ、パヤパヤパヤ、ドゥンドゥビドゥバ、ドゥンドゥドゥビドゥバ、パヤパヤパヤ、ドゥンドゥビドゥバ、ドゥンドゥドゥビドゥバ、パヤ。インパクトあったな、これはな、どこどこどんどんのね、ティンパニーの中西玲さん作詞ね、ザ・ピーナッツ67年か、中1の頃だ、意外ともう小学校じゃないから、なんかもう音楽とか結構好きになってた頃だね、で、まあちょうどその頃タイガースとかにも曲をね書かれてて、花の首飾りとか、前にかけたのは銀河のロマンスかなとかね、名曲いっぱい残してますよね、本当にね、ただ僕らは、73年72年か、ガロが学生街の喫茶店を歌った時はね、あれ
しかも杉山浩一さん作曲なんだこの曲、めっちゃくちゃガロのレパートリーの中で浮いてたから、学生街の喫茶店はあの頃いつもボーカルさんもいつもね、どうせお前なんかあんまり好きじゃないからとか言うけど、だけどあのいやいい曲ですよ当然、あの学生街の人名曲なんだけど、ガロにはなんかびっくりしたんですよ、ガロが歌う曲で作曲家を見たら杉山浩一さんだったんで、あ、杉山先生の曲なんだと思って、それもさらにまたびっくりしたっていう覚えがありましたけどね、学生街の喫茶店、学生街の喫茶店は。でその後、学生街がヒットして、次の曲も実は、杉山先生でございましたね。でその後があのマークがロマンスだですよね。なのでこの君の誕生日は感想で学生街の喫茶店のちょっとモチーフがね出てくるんですね。はい、聞いてみましょう。73年5月ガロで君の誕生日。街の角にあるほんのささやかな店でお祝いのグラスをあげたよ。今年もまたその日もうじき来るけど別れたよ。誕生日ね、ちょっと懐かしいな。ボーカルさんこれキー C マイナーですよ。やっぱり今ね、僕さん D マイナーで歌ってるんですよ。高いんじゃないですかって前言ったんだけど、え、 D マイナーじゃなかったっけって言ったら、いや C マイナーでしたよって。ボーカルさん今これ君の
高いんですよ。はい、学生の喫茶店からね、この辺のガロはちょっとアイドル路線に行ってて、まあそれまでロックファンだった人たちはちょっと離れたかもしれませんけどね。でもまた今最近ね見直されてるでしょ、こういったサウンドってなかなか今はないもんね。はい、心から、杉山先生のご冥福をお祈りしたいと思います。